2013年1月の27日、ホリクリの罰ゲーム。今日は2人の愛するある方へのメッセージがあるそうです。エミさん、お誕生日おめでとうございます。付き合ってもう1年半になりますが、まだ僕たちは関係を持ってないですね。これあげていいのか。そうですね。ぜひあげていい。今後ともよろしくお願いいたします。さあ、福ちゃんがそんなエミさんへ贈り物のパフォーマンスがあるということなので見せていただきましょう。さあ、福田の習得中のゼログラビティまで3、2、1、ギュッ。ありがとうございました。エミさん、おめでとうございます。こんなんで